森崎くん、お金貸してくれない？なに？まるで先生みたいなこと言うのね。森崎くんってそんな優等生だったの？聞いた話と全然違うわ。誰にも言わないでって言ったのに、もう松野くんに喋っちゃったのね。森崎くんって男のくせに結構おしゃべりなのね。私、生理の初日が重いの。貧血を起こして寝込むこともあるのよ。パパに会ったら私話すつもりでいるの。パパと一緒に暮らしたい、東京に戻りたいって。ここに泊まるわ。請求書はパパに行くんだから私にも権利あるでしょ。私の部屋もね、すっかり模様替えされてたの。壁紙なんか濃いグリーンなのよ。私パパの味方のつもりだった。でもパパは私の味方じゃなかったの。私ってかわいそうね。本当にくだらないわよ。彼も私ひどい東京旅行になっちゃったわね。随分友達思いじゃない。もういいでしょ。バカ、あんたなんか最低よ。東京にね、私会いたい人がいるんだ。誰かっていうと、その人はね、お風呂で寝る人なんだよ。